修講中等教育学校は東北初の国際バカロレア以下 IB の中等教育プログラム MIP 認定校になりました。 IB は全世界での加盟校が4000校を超える国際的な教育プログラムです。 IB の中等教育カリキュラムである MIP の認定により、本校は6年間生徒全員が IB プログラムで学ぶ日本でも数少ない中高一貫校になります。本校が IB プログラムを導入する理由には、仙台育英学園創立者加藤力士先生の掲げた教育目的、見学精神と IB 教育の親和性にあります。修講中等教育学校においては、教育目的、教育理念、そして IB の使命に基づき、高度な学力、豊かな感性、生涯学習者としての自覚を持ち、持続可能な社会の構築に市政によって貢献するグローバリストを育成することを教育目標としています。 MIP および DP では、生徒一人一人が本校の教育理念への理解を深めながら、 IB の学習者像を体現し、高度な学力はもとより、21世紀に求められるコミュニケーションスキル、社会性スキル、自己管理スキル、リサーチスキル、思考スキルを習得することを目指します。修講中等教育学校では、言語 A、 言語 B、 個人と社会、理科、数学、芸術、体育、デザインの8教科で MIP のプログラムを実施しています。これらの教科では、日本の学習指導要領に対応しつつ、IB の国際基準にのっとった評価観点が定められています。IB プログラムに基づいた実際の授業風景を見てみましょう。三角比という単元については、実際に、長さを測るというところに結びついたりですね、実生活と、つながる部分が非常に多いですので、そういったところで、数学をちょっと身近に感じてもらえればなと思ってます。実際にその問題を一人一人作ってみるというところで、出題者の、意図を考えるであったり、今回4択クイズという形で問題を作ってますので、どういうような間違いをすると、その、選択肢4つ作るわけですけれども、その中の他の選択肢になるかなっていうところを、考えることが、力になるんじゃないかなというところで、今回設定しています。まず一つは、自分で問題を作り、それの回答解説と、あと選択肢、4択クイズの選択肢というところが一つ目の評価になります。基準としては、各生徒に、事前にですね、こういうふうなところまでできると、どれくらいの評価になりますよというところを事前に教えてるんですけれども、例えばですね、選択肢の中に正しい答えを書くだけではなくて、こういうふうな間違い方をするとこちらの選択肢を選んでしまいますとか、こういう公式を使って計算をするとこの答えになりますよというような詳しい説明があると、評価としては高くなるという形になっています。今回の数学の授業では、タンジェント、コサイン、サインの授業を習っているので、それを活用して、で、私は空手を習っているので、その蹴りの足の長さ と足を上げた時の角度を皆さんに問題を解いてもらうという問題にしました。 IB は外国人の先生とも交流できるので、その英語力とかは身につくかなと思います。グループ活動が多いので、私も人とのコミュニケーションは中学1年生の時とかはあまりできなかったところがあるんですけど、中学3年生ぐらいから人前に出て発表することとか、その意見を交換することとかに抵抗がなくなったのでいいなと思いました。そうですね、僕はいろんな方面から一つの答えを導くっていうことが力が伸びたと思います。例えば一つの答えを導くにしても、たくさんの考え方があると思うんですね。で、
やっぱり IB で自分で考えて、しかも友達の意見をシェアするっていうところから、やっぱりその考え方の広がりがどんどん伸びていくので、そこでやっぱり一つ普段の問題を解く上でも自分にとっていろんな考え方ができるので、問題もとても解きやすくなったと感じています。今回の授業は、グループで外国人の先生にインタビューをするという内容のものでした。授業で学習した現在完了形を用いて、インタビューをすることで英文法の定着を図る目的で実施しました。また生徒たちは文法だけでなく、インタビュアーとして求められる姿勢を考えることもできたと思います。インタビューの始めと終わりには挨拶をすることだったり、話を聞くときには笑顔でアイコンタクトを取るなど円滑なインタビューの仕方を学ぶこともできました。またこの活動の前には生徒たちに評価基準表を配布して、生徒たちが目指すゴールが明確になるようにしています。またインタビューの様子はビデオで撮影したので、後日他の英語科の先生たちにも見ていただき、正確な評価ができるよう心がけています。 IB の授業の楽しいところは、英語の授業では日本の先生もいるんですけど、外国人の IB の先生と会話したりすることができるので、英語で会話する力がつくし、知らなかった単語を外国人の先生から教えてもらうことができるので、そこで英語の力が伸びることが楽しいって思えることになりました。自分の意見とか、英語だったら作った英文とかを自分からちゃんと話して、間違ってるなら訂正をもらったりしてっていう、ディスカッションが多くて、そういう会話が生まれるので、そういうところが楽しいです。私が IB って聞いて頭にすぐ浮かぶのがグループディスカッションなんですけど、グループディスカッションをいつも IB の授業でやっているんですけど、他の友達と意見交換をすることで、自分にはない視点だったりとか、新しい発想だったりとか、新しい問題の解き方だったりとかをたくさん知ることができて、新しい自分の中での考えが生まれるので、それがすごい楽しいです。自分はプレゼンテーションをいつも多くやっているので、人の前で話す力だったりとか、自分の感情とか気持ちをうまく言葉にする力がすごい身についたなってすごく強く思います。修講中等教育学校では IB の教育方法を活用し、ランゲージ、ミュージック&サイエンスを教育の軸として全人的な教育を行っています。外国人の先生によるグローバルコミュニケーション、もしくは英語 B の授業では、国際理解を目的としたコミュニケーションのための英語力を養います。そのために少人数編成で、授業中はすべて英語、一人一人が必ず英語を使う環境で、日常会話をはじめとする生きた英語を学びます。今年度からウェブリオというレッスンプログラムが導入されました。ウェブカメラを使って海外のプロ講師とマンツーマンで直接会話を交わすものです。一クラス全員がそれぞれ異なった講師と同時に受講することが可能で、初対面の相手に積極的に話しかけられるコミュニケーションスキルや社会性スキルを養います。また IB で培われる英語能力と親和性の高いTOEFLテストへの指導も行っております。大学進学後、海外留学で最低限必要とされるTOEFL、IBT 60点以上を目標としています。修講中等教育学校では、グローバルコミュニケーションの一環として、世界共通言語である音楽の指導にも力を入れています。IB 教育で求められる情操と自己表現力を養い、世界の人々と音楽を共に楽しむことを大きな目標としています。1年生では基本的な管楽器を一通り体験し、2年生からは1人ずつ担当の楽器を定め、演奏能力を高めていきます。学習成果の発表の場として、毎年修講祭のステージ上でクラス合唱や学年全員による吹奏楽合奏、オーケストラ部の管楽器、弦楽器の発表を行います。プロの演奏家とのジョイントコンサートも実施されます。今年度は山形交響楽団とのジョイントコンサートを、
5月に開催いたしました。理系教科では最新の実験設備が整った環境のもと、実験を重視した学習を行い、科学的探究心の進化を図り、科学への視野を広げます。高校課程では東北大学の協力を得てサイエンスコラボを実施しています。毎年全7回異なるテーマで開催され、理系専門職を志す生徒の視野を広げ、科学的好奇心の進化を図ります。中学課程1、2年度では宿泊研修を通じて豊かな人間関係づくりと集団生活の大切さを学びます。仙台育英学園創立者加藤力士先生生誕の地でもある会津訪問、山形蔵王のトレッキングなどで自然と触れ合うグリーンスクール、スキーや冬の自然体験に挑戦するスノースクール、これらの体験活動を通して地域の歴史や文化を探究していきます。また中学課程3学年時には海外研修グローバルリーダーシップ研修を予定しております。2017年度はカナダで実施しました。現地では海外の生徒とともに協力してボランティアやチャリティーに取り組み、英語を使ったリーダーシップスキルの向上を図ります。さらに現地の大学を訪問し、海外大学の雰囲気を体験します。2017年度は IB 入試が盛んなブリティッシュコロンビア大学を訪問しました。現在仙台育英学園高等学校修講コースに進学した生徒は、中学課程から継続して MYP のパーソナルプロジェクトに取り組んでいます。各自が決めたテーマに基づいて自由研究を進め、成果物をもとにプレゼンテーションを行います。さらに卒業までに DP のエクステンデッドエッセイとして8センチ程度の論文を書き上げ、論文継承の一環として京都大学でレクチャーを受講します。修講中等教育学校での学生生活、学習環境についてご紹介しましょう。修講の学校生活を充実した満足感のあるものにするために、学校週6日制を導入し、年間授業日数を215日程度確保しています。またクラスを少人数で構成し、密度の高い指導を展開しています。教職員も生徒7人に対し1人という比率で配置しており、生徒への十分な働きかけを実践しています。授業・学習コンテンツ・生徒カルテ・コミュニケーションの3つの基本機能を持つ ICT 教育システムクラッシーを導入し、日々の学習における発展学習をサポート。 SNS では難しい教師と生徒と家庭のコミュニケーションを安全で有効なものにしていきます。またオウン PC として1人1台 PC を持ち、授業内自宅学習で活用します。仙台駅から電車で5分、最寄り駅の仙石線宮城野原駅に隣接した宮城野校舎は5階建て3棟からなり、耐震対策も万全です。また宮城県内15コースをくまなく網羅した通学用シャトルバスは安全安価で安心して通学できます。ローズホールでは栄養バランスの行き届いた食事が安価で提供され、生徒たちの憩いの場としても活用されています。このように充実したカリキュラム、豊かな環境の中で6年間学ぶこと、その成果は東大、京大、東北大をはじめとした国公立、難関私大、医師薬系大学への現役進学実績が物語っています。修講中等教育学校では来たる2020年に向けて創立25年目記念教育計画を推進中です。2018年より組織改編を開始、2020年に仙台育英学園修講中学校を開校するとともに、仙台育英学園高等学校に修講コースを設置、併設型中高一貫校になります。
2019年度入学予定の生徒さんは、中学課程1年間を過ごした後、仙台育英学園修校中学校へ編入学します。その後、在学中の学習成果と面接による内部進学選抜を経て、修校コースもしくは仙台育英学園高等学校の多様なコースに進むことができます。仙台育英学園高等学校修校コースに進学してからは、16から19歳を対象にしたデュプロマプログラムを継続して履修し、 IB 資格取得を目指します。 DP は日本語と英語のデュアルランゲージで実施されており、一部教科では英語で学習し語学力を向上させます。 IB 資格を取得することにより、北米の IB リーグなど IB 入試を採用する大学への進学が従来より容易になるほか、国内の大学においても2020年までに国公立大学の AO 推薦 IB 入学での入学定員枠を全体の3割以上にする予定であることから、 IB 資格取得あるいは IB の科目履修は大学入試選考で有利になります。大学合格をゴールとすることではなく、その先の将来、高度な知性と豊かな感性、障害学習者としての自覚を持って国際社会の中で力を発揮できるグローバリストとして世界に羽ばたく人材を育成する、それが使命であると修校中等教育学校は考え、新たな挑戦を進め続けていきます。